どうも皆さんおはようございます。おはようございます。さてセブンさん、リベンジの時がやってまいりました。ここで勝たなきゃハンターじゃねえ。ということでまず最初に前回の敗戦原因を調べましょう。前回はセブンさんに100責任があると思います。そんなことは承知の上なんだってば。原因を知りたいんだよ。死因がわからないから気がモヤモヤするんだよ。リスナーさんのコメントやらオシャンロンの行動から分析すると、どうやらセブンさんはバリスタの高台を破壊するために行ったタックルの巻き添えになってることが死因となっております。まさかバリスタの高台が破壊されるなんて夢にも思ってなかったよ。でしょうね。なので今回は前回の反省点を生かして、高台でバリスタを撃ちつつも、ラオシャンロンが接近してきたらすぐに接近戦に持ち込む、あるいは遠くのバリスタへ逃げる、この戦法で行きたいと思います。ちなみにここまで来るのに一回も映ってないですね。学んでますよ。それじゃあ挨拶がてらに爆弾でもお見舞いしてやりましょう。そして今回はブレイブ体験を担いできました。シリーズお初の武器ですね。視聴者さんがかなりおすすめしてたので採用させてもらいました。ブレイブ体験はすぐにゲージが溜まるからかなり使いやすいですね。2発ぶち込むだけでブレイブ状態になれるんですからね。たちはブレイブ状態になると機動力が爆発的になるけど、そこまでの過程が体験よりも時間がかかるんだよね。やっぱりブレイブ体験は威力があるね。ただちょっと攻撃が単調になるのは難点かな。重量級武器の宿命でもありますけどね。この回避行動はブレイブ状態になってからできる行動だよね。回避無敵時間は普通の回避行動の時と変わんないのかな。さあどうなんでしょうね。お待ちかねの時間がやってまいりました。前回みたいに乗ったまま落ちるのだけはやめてくださいよ。前回は乗るのがちょっと遅かったんだね。今度はこっち側から乗ってみよう。ゼロさんが言った。セブンさん、出遅れないでください。よっしゃ行ったるでー。よし、まず剥ぎ取り完了。絶対。早っ。だいぶ激流層まで近づいてきたね。まだ焦らないでくださいよ。ちなみに激流層の威力は1020です。巨流砲と比べれば劣るけど、十分なダメージソースではあるよね。そうですね、確実に当てていきたい兵器ではあります。再び装填しなくては。よし攻撃開始。鍵は私が握らせてもらいました。何としても決めます。今のところは耐久値は大丈夫ですね。傷一つ与えはしないよ。クリーンヒットー。さあラオシャンロンがたまらず四つん這いになる。BGM が後押しする今、まさに最終決戦の時。今こそ我々ハンターの力を見せてやりましょう。今接近戦しようと思ったけど引き返しましたよね。だって何されるかわからないんだもん。もしかしたら腹で潰されるなんてこともあり得るから、念には念を、バリスタの弾で一気に攻めてやるよ。待ってろラオシャンロン、今きついのをお見舞いし、よっしゃー。結局バリスタの弾も撃てませんでしたね。いいんだよそんなことは。ひとまずリベンジは達成したんだ。あとは剥ぎ取りだ。手頭から剥ぎ取りができない。ハゲ取りの仕様も変化したようですね。ここも手加えたのか。やったー。集会所に入った途端なんだか不気味なものを見せられてるんですけど、なんだかラスボス感漂わせてますね。どうか他のハンターが討伐してますように。トランスフォーマーばりの演出ですね。そんなクオリティの高い車には見えないんですけど。